パスボタンの使い方を教えます。どうも皆さんこんにちは、前田です。サッカーとはより多くのボールをゴールに入れた方が勝利するゲームですが、任天堂スイッチスポーツのサッカーにおいても同様です。本日はゲームメイクに必須となるテクニックであるパスボタンの使い方について説明していきます。そもそもなぜパスが必要なのか。極論パスをしなくても勝てます。それはそうで、相手よりも多くのボールをゴールに入れる競技なので、そこにパスは必要ありません。それでもパスをするのは4対4だと敵とのマッチアップ、デュエルをする場面が複数回発生し、またもし1人でボールを前に進めるのであれば1対2、1対3などで守備をされるでしょう。そうなった時、ボールは敵の手に渡りやすくなります。チャンスを明け渡すということですね。これを避けるためにパスがあるのです。一言で言うと、パスをする目的とは敵にボールを渡さずに前に進むためということになります。この目的を前提においてこの話を聞いてください。一度で全ては覚えられないと思うので、何度も繰り返し聞いていただけると良いと思います。それでは早速実践で試してみましょう。このシーン、あなただったらどこにパスしますか？もし味方がめちゃくちゃ強かったら、そのままボールを前に出して、競り合いに勝ってゴールに入れてもらうっていうこともできるんですけど、先ほどの前提に立ち戻って考えてみるとどうなるか。はい、こんな感じで横に送って、フリーの横の人から中に入れてもらうとかっていうやり方ができます。他にも例題を出しておくので、ちょっと見てもらって画面を止めたりしてですね、自分だったらどこにパスするかなっていうのを考えてもらえるといいと思います。ちなみにですが、パスはパスボタンを使わなくてもできます。なので、そのクリップをですね、いくつかここに上げておきますので、合わせて見ていただければと思います。だんだんと私が何を気にしてパスをしているのかっていうのが分かってきたと思います。最後に判例ですね、 NG 集のクリップも作ってあるので、それを見ていただいてお別れしましょう。皆さんいかがでしたか？この動画を見るだけで、パスとは何か、どうやったらパスができるのかっていうのをいっぱい学べたと思います。引き続きですね、皆さんにとって参考になる動画を作っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは。